日本の、北の大地からおっさん2人がいるとお送りしているドーミーラジオになりますが、はい、私2年ほど前に北海道に移住してきたジャックと申します。よろしくお願いします。はい、私がドサンコで、大都会に出たら病んでしまいまして U ターンしました、人生成り行き任せのノグリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろと情報量多かったんで突っ込みたいところ出てますけど病んでたのかっていうところと、はい、なんか自己紹介がやたら上手くなってますねっていうこの2点伺ってます。こういうのなんかいろいろ織り交ぜていこうかなと。なるほど、ちょっと私もね、はい、そんなこと言われたら少し考えたくなりますね、はい、早速今回のテーマいきたいんですけど、はい、とりあえずじゃあ時事ネタっていうことで叱り別コタンの話してもいいですか。はいはい、ですね、先週のラジオ収録直後次の日に叱り別鹿追町ですね、はいはい、十勝地方の鹿追町にある鹿り別湖にある鹿り別コタンって通称、はいはい、鹿り別湖が氷を張った上にあれイグルーっていうんですかね、うん、氷で家を作ってはい、っていうの、そこが観光スポットになってるので、そこに行ってきました。帯広市のちょっと北の鹿追町のさらにもうちょっと北のあたりですよね、鹿り別湖。そうですね、はい、大雑把に行ってそうな感じで、はい、私も全然行ったことはないんですが、大体その辺ですね、位置的には。なんかこのイベントのことはご存知ですか、野口さん。いえ、全くそういう情報知らないので本当に初めて聞きました。そういうのがあるんだなっていうのが、はい、なんか行ったところで聞いたのはなんか旭川の方にも同じようなイベントがあるって話聞いたんですけど、それはご存知ですか。いや知らないですね。結構最近なんですかね、そういうイベントができたのって。多分私自体があんまり知らない人間なので。あ、そうですか。叱り別自体はなんか5、6年前からはやってたみたいで、はい、多分本当に細かく言うと10年前ぐらいからやってるみたいですね。だんだん、はい、近年になって、はい、特にインバウンド観光客が来るようになってからですよね。地下大劇をやり始めてイベントとしてされてきたみたいなんですけど、まぁ、あ、ちょっと毎年確定って感じではなく、そのお客さんが来るコーナーによって変わってきたり、特に今年はコロナの関係で規模縮小というのもありまして、簡単に説明をすると、はい、まず1個だけ大きい、アイスドームかな、中心となるようなイグルーでいいのかな、鎌倉でもないし建物っていうにはなんか仮説なんでイグルーがあって、それ以外に何個か小さいのがポツポツとあって、去年とかまでだと10個ぐらいはあったんじゃないかみたいなですね。そんな中で、氷上で足湯があったり、露天風呂にも入れたり、でバーでお酒が飲めたり、あとはチャペルがあるのかな。最初は多分ウェディングかなんかをやってたみたいですけど、そんな感じの場所があるイベントになります。ほいほいほい。で毎年だったら特にね最近は中国人の観光客がたくさん来てたんですけど、うん、今年はもう来れないので、近場の人たちですね、東京からも来にくいので、はい、が、来ていて、イグル自体は小さいのが3つ4つぐらい、はい、で露天風呂足湯と大きい施設があって、私たちが行ったのが2月の14日日曜日の午後なんで、はい、割とその休日で人は来る時間帯だったんですが、うん、10組30名もいなかったんですかね、はい、そんなもんでした。週末なのにまあそれぐらいだったんですね。そうですね。ただまあ予想以上に面白かったですよ。ああ、そうなんですね。はい、非常にやっぱり造形が良くてるのか、だんだんやっぱりこなれてきてるんでしょうね。あ、うん、その作りが結構徐々にこう上手くなってるっていう感じなんですか。そうですそうです。ちょっと昔は分からないんですが、明らかにやっぱり現代っぽくなって、はい、なるほどなるほど、はい、おしゃれになってきてて、これはねインスタ映えする感じの場所になってました。
はいはい、これってあのジャックさんに写真送っていただいてみましたけど、なんか1個のそのドーム型のこのなんていうんですかね、その鎌倉みたいなのは直径5メートルとか、はい、天井の高さ3メートルとか、なんかそれぐらいなスケール感なんですか？小さいのがですね、はい、直径、まあ、5、6メートルですね。大きいのは、何部屋かあって4部屋ぐらいのかな。あ、すごい。はい、そのうちの1部屋が5、6メーターぐらいな感じで、はい、割と大きいんですよね。あ、割と大きい。じゃあもう普通に人間の大人がこう、はい、普通に歩けるっていうぐらいの高さ感覚はあるってことですよね。そうですね、ちょっと今は想像してみたけど5、6メーター以上ある気がしますね。ああ、そうなんですね。イベントとして中で、バンド演奏とかしてたみたいな。あ、それはすごい。20メーターぐらいあるところがあって、一番大きい広いところは。すごい。それを作るのはすごいな。そうですね、あれをよく作ったなと思うんですけど。ですよね。はい、予想以上にすごいよくできてて、これはすごいなと思ったんですけど、はい、周りの方の話を聞くと、はい、だからこれがですね、ただで入れるんですよ、入場料なくて。はいはいはい。で、そのアイスバーみたいな飲み物があるところが、1杯500円とかで、いつかの飲み物が飲めると。ぐらいで、あと、スノーモービルが、はい、湖の上で乗せてもらえる。でそれが1000円とか2000円とかだったかな。この料金バランスが謎だなっていう話をしてまして、まず、タダで入れるんだ。だから全くお金使わないんであれば、はい、タダで行って、足湯に使って、露天風呂も入って出てくるっていうことは可能。で、飲み物を飲む場合は、1杯500円で紙コップなんで、ちょっと割高。ですね、スノーモービル乗るのもなんか、トラック1周か2周で1000円なんで、はい、一旦高いかも。なるほど。この料金設定が謎でこのもうちょっと作りとかね、イベントとしてはいいんで、全体としての設計をうまくやった方がいいのになっていうのを思って帰ってきましたね。なんかあんまりこう何ですか、利益重視というか、あんまりこう商売気が全然ない感じがしますね。もともと、いろいろ話を聞いて、昔、その10年前とかに、もしかしたらお客さんが来なくなったから、はい、集客のためのイベントとしてやったのかなと思ったんですけど、はい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 、違うみたいなんですよ、はい。お客さん来てたけど、普通に、ただ、何ですかね、イベントとして始めて。で、どうやら一つ分かったのは、ネイチャーセンターっていうのが近くにあるんですよね。近くて、はいはい、ありというのか。はい。で、しかも言って、なんか、ジオパーク認定されているぐらい、自然遺産があるんですね。はい。で、その辺でネイチャーセンターっていうのができて、はい。そこに職員が雇われていると。で、おそらく、冬の間仕事がないから、そういうのやるっていうことになって、ネイチャーセンターの職員が駆り出されてるじゃないかという噂があり。なるほどなと、それなら納得だなと思いましたね。ああ、冬場のなんかこう、労働力の埋め合わせというか、仕事とりあえず無理やり作ったみたいな感じなんですね。そうですね。多分、ネイチャーセンターのね、冬場の観光なんて人来ないでしょうから、まあそうでしょうね。そういう仕事でも作らなきゃみたいになってるんじゃないかなっていう予想です。確かめてみたいですね。へえ、まあそれにしてじゃあっていうか、ね、年数もこう経ってクオリティが徐々に上がってるっていうようなのがあるんでしょうね、きっと。そうですね、だからあれで、儲けを考えた設計にできれば、もっとなんかね、そうですよね、みんな頑張るんじゃないかなと思いますよね。なんか可能性ありそうですよね、そういうやり方次第で。そうですね、だからあれでもう一つ思ったのは、北海道って冬の観光がなかなか難しい部分あるじゃないですか。はいはい、でもああやってそのゼロから雪を使うと1を作っていける、クリエイトできるっていうのが結構強いなと思いまして、なるほど。その
昔その芸術関係の大学とかとちらっと関わったこともありましたけど、はい、芸術家でなんか物を作る彫刻とかやってる人は北海道で一冬でもね過ごして、なんかそういうイベントの場所を借りて、うんうんうん、3メーターぐらいので彫像とか作ったら一気に名前売れるんじゃないかなっていうのを思いましたね、はいはい、あと何でしょうね、プイプイモルカーの3メーターとか作ったら間違いなくネットでバズりそうな気がしますね。だいたいそういう今年流行ったもの系は、あの通常だと札幌雪まつりでだいたい雪像になるっていうパターンです、ね、あー確かに確かに、はい、まあ、はい、そうですね、あの感じですよね。うん、これはもう出来上がっちゃってるじゃないですか、予算もね、はい、莫大で、はい、で個人でやるとかできない、うん、そうですね、個人で名を上げたいアーティストだとはそういうローカル雪まつり